それよりアトリ、服を脱げ。え？わかりました。夏樹さんがお望みでしたら私も覚悟を決めますね。覚悟を決めるんだ。え？いや、もじもじするな。そういう意味じゃない。これだ。俺は水面が持ってきてくれたものを広げてみせる。これは俺とアトリが暮らしていくために必要不可欠なもの。学校が終わった後、水面に頼んでおいたのだ。アトリのパジャマを、うん、そういう下着がお好みなのですね。学習しました。下着もあるんだ。え？あ、え？あ、え？自分が広げているものを改めて見る。パンツだ。パンツか。水面のやつ、どういう勘違いをしているんだ。とりあえず履いてみようと思います。あ、そう。アトリは服を脱ぎ下着姿になると、その上から水面を持ってきたパンツを履いた。あ、下着姿になってその上からパンツを。どうでしょう。うん。お、あー、なるほどね。あ、なんだっけ、これドロワ的なやつね。あー、よかった。そいつはいわゆるかぼちゃパンツだった。うん、似合ってる。おあつらえ向けに、うん、あつらえたようにぴったりだ。はい。想定とだいぶ違うものは届いてしまったが、もうこれでいい気がしてきた。明日、学校でお礼を言わないとですね。うん、だな。アトリも気に入ったようだし。夏樹さん、今日はどうやって寝ますか？どうやって？今夜も足の役目を果たしましょうか？足ってなんだっけ？いや、いい。今夜は風もあるし大丈夫だ。そうですか。かぼちゃパンツを履いて張り切っていただけに、アトリは少々残念そうにする。すぐそばに控えていますから、もし必要になったら一声かけてくださいね。そう言ってアトリはお腹のあたりに大きなスイカでもかかるようなジェスチャーをしてみせた。次の日って感じかな。またやってしまった。シュッピーシュッピー。かわいい。俺は気持ちよそうに寝息を立てているアトリから抱きついていた腕をゆっくりと慎重にほどいていく。あ、夏樹さん。激しかったですね。まあ、スクショはね、取っておいて。なるほど。誤解を招く言い方はよしてくれ。だって、お？強引に私をベッドに引っ張り込んで、あんなに激しく抱きしめたじゃないですか。なるほどね。何も言い返せない。なぜなら全てが本当のことだからだ。どういうことだ。昨晩ファントムペインは出なかった。でもラジオから聞こえてくるノイズが途切れ途切れになると不安になり、俺はアトリをベッドに引っ張り込んでしまった。なるほど。ん？どうして落ち込んでいるんですか？なるほど。いや、いい。それより学校行く準備をしよう。うん。アトリはパチッと目を覚ました。今日も行くんだね。俺は若干気が重いのでノロノロと準備をする。お、かわいい。俺が義足を装着してるとアトリが覗き込んでくる。改めてこうしてみると目真っ赤でかわいいね。またそんな足の代わりにしかならない低機能なものをまだ使う気なんですね。いや、でもそれね、アトリが代わりになってくれるはずじゃなかったのかい。義足は足の代わりになればそれでいいんだよ。まあ、なんだ。いえ、
ボロボロになるまで使い込まれてて、ちょっと羨ましいだけです。対抗心の次は嫉妬か。義足と自分を同類に思っているのか。これは公式ホームページにもあったあれかな、スクリーンショットかな。見た目が人間そのものだからおかしな発言に聞こえるが、ロボットのアトリにすれば自然な感情なのかもしれない。ロボットの感情。 AI が発達してロボットは感情表現を獲得した。とりわけアトリのようなヒューマノイドは人の姿をし、人と共に暮らすことで自然と人間と同じような感情を持つようになると言われている。俺はその意見には懐疑的だが、 AI のそれは経験によって得た反応の積み重ねであり、学習を繰り返した結果に過ぎない。そこには決定的なものが欠如している。意識。意識を持たないロボットの反応を感情と呼ぶならそれでもいいか。かわいい。でもどうなんだ、人間も経験の積み重ねだけど、まあ意識のあるかないか。まあそうか。アトリは何かおかしなものを見つけた猫みたいに俺の義足を観察している。うい、棒と関節を組み合わせただけのものに負けるのはロボットの保険に関わります。私の方が高性能なことを示さねば。夏木さん、私も何かお手伝いします。まあ結構。俺はきっぱりと答える。部屋はまだ荒れたまま。ああそうか、昨晩の惨状は回復しきっていない。じゃあ朝ごはんを用意します。いやそれもねえ嫌われたものですね、これも戦闘ロボの宿命。いやまあね、ポンコツ、いやポンコツ、ポンコツの素子甘んじて受けましょう。そうです、私は戦うことしか脳のないポンコツです。その設定強引に押し通すつもりなんだ。本当に戦闘ロボになっちゃうよ。放置して俺は義足を装着する。本当に感情がないのかこいつ、自分の信念が揺らぐな。アカデミーで学んだことも全て正しいとは言えない。学問の世界では過去の定説がひっくり返ることなど珍しくもない。そもそも俺はまだその入り口にようやく立ったばかりだった。まあもう関係のない話を失礼しました。ついでにちょっと音量調節していいですかね、すいません。失礼しました。ちょっと今回からあの製品版の方でやってるんですけど、ちょっと BGM 大きいかなと思って今調節した感じです。アカデミーから離れた今、半端な専門知識はもはや無価値となった。やることがないのでカレンダーに印つけておきますね。そんな感じでカレンダーに印つけるんだ。アトリはしょんぼりしながら自分で用意した用意したカウントダウンカレンダーに×印をつけた。残り43日。あ、てか昨日って日曜日だったんだ。そういえば昨日学校に行ってみて欠落したメモリーの断片は見つかったのか。確かに。お？勉強できるのが嬉しくてすっかり忘れていました。しゃない。おい、そのカレンダーに全部バッチリがついたらお前が決めた期限が終わるんだぞ。まあお前が勝手に言ってるだけで、俺はどっちでもどっちでもどっちでもいい。本当に本当なの夏木。そうはいきませんよ、私を売らないと夏木さんは借金が返せません。でも借金、いやまあそうだよな。あそうだ、キャサリンね、絶対文句を言いに乗り込んでくると思っていたんだが結局姿見せないね。アトリが家に戻ってきて以来何も音沙汰がない。まあそのうち向こうから来るだろう。俺の方から積極的に会いに行きたい理由はないし、そもそも宿泊先を知らない。装着した義足の感触を確かめる。中古のボロだが、アトリが対抗紙を燃やすせいで妙な愛着が出てきていた。夏木さん、はい、
え、あ、もじもじしてロボットもトイレ我慢するのか。はい、それセクハラです。ロボット愛護法によって罰金です。借金が増えちゃいました。なんと。いや、ないでしょそんな。で、紙と書くものをお借りしてもいいですか。ログをつけたいのです。ログ、ロボットの行動は通常ログとして記録される。メーカーによるメンテナンスやエラー時の原因究明に使うものだが、ヒューマノイドはそれを外部に出力する。あー、なんかあれだ、外部に接続するユニット的なものはないんだ。なるほど。ヒューマノイドの脳は人間と同じ生態ので、かつデジタルデバイスの出力ができない構造になっている。あー、なるほどね。だから紙に記録するのだ。アトリを製造したメーカーもないため、ログを参照する者はいないが、アトリにとってそれはプログラムに刻まれた義務だ。やらずにいるのは落ち着かないだろう。うん。ロボットらしいか。わーい、ありがとうございます。学校行く前に商店街とやってきた。今日の授業で使う教材を買うためだが、その前に文房具屋に寄る。はあ、たくさんあります。どれがいいかな。かわいい。好きなものを買うといい。ついでに授業で使うノートも買っておけ。俺はアトリにお金を渡す。あんまり時間かけると遅刻するぞ。じっくり考えるよね、アトリって。ダメだこれは、時間がかかりそうなので放っておいて自分の買い物をしに行く。向こうはジャンク屋だ。あそこへ行けば必要なものは手に入るだろう。お、なんだ。お、いきなり横から伸びてきた腕につかまれ、俺は薄暗い路地に引き込まれた。お、叩きつけるように壁に押し付けられた俺を見知った。キャサリンか。キャサリン？おっと、動くんじゃないわよ。痛い目には会いたくないでしょ。キャサリン、こういうことするんだ。なるほど。胸元に突きつけられたナイフがキラリギラリと怪しく光っていた。本当に裏の人って感じ。もしかしてここにぐっすりって刺さったら死んじゃうかも。いや、シャレにならんぞ。それはこっちのセリフよ、坊や。あれをどうする気だったのかしら。アトリ？キャサリンは俺がアトリを売ってその金を独り占めしようとしてると思っているようだ。誤解だとはあながち言えない。俺はアトリを売らないと決めた。そうなると独り占めするのと変わらない。アトリ本人は別の考えを持っているようだが、キャサリンのナイフの切っ先が俺の喉元へやる。かわいい顔して油断できないガキね。優しくしてあげたらつけやがってくれちゃって。あんたの連絡先を知らなかっただけだ。あの子の前で宣言しなさい。マスターの権限を私に譲ると。おお。命令すれば従うはずよ。え、そうできんの。そういうのできるのか。それとも痛い目見る。ナイフの切っ先が肌に触れた。受注ハック、ただの落としだ。だがジャンク屋によって提示された金額は常任を強行に走らせるのに十分に思える。あ、夏木さん、どうなさったんですか。アトリ、アトリが路地を覗き込んで声をかけた。俺がいなくなったから探しに来たんだろう。アトリ来るな、あっちへ行ってろ。もしかして私お邪魔ですかね。あ、いや、そう、そうなる。ちょうどいいわ、こっちへ来なさい。マジか。アトリは助けにならない。なぜならロボットは人を攻撃できないからだ。ヒューマノイドはヒューマノイドが普及されていった過程でロボット三原則のうち人間を攻撃できないという一条は特に重視された。ロボットが人を傷つければ大問題になる。メーカー側としても万が一があれば商品だけではなく市場そのものに大打撃をもたらすためセンシティブに扱っていた。うん。
だから例えばアトリが俺の身代わりになって刺されることはできても、キャサリンを攻撃して排除することはできない。なら助けを呼びに行かせるか。ああでもその間に刺される。そうだな。俺を刺したところでキャサリンに得はない。だからそこまでやると思えないが、俺が見余っているだけかもしれない。隙を見て逃げようにもこの足では走れない。坊や、早くしなさい。興奮したキャサリンが俺の鼻先にナイフを突きつけようとした。お？あ、反射的に身を守ろうとした俺の腕をナイフの切っ先がかすめる。一瞬遅れてスッと赤いラインが肌ににじんだ。ロケットパーンチ。え？え？おお！いや、そんな、コミカルな描写だけ結構やばそうだよ。あ、BGM も平和になっちゃった。アトリの体当たりのような、両手パンチを食らって、キャサリンは、路地から表通りまで転がりながら吹っ飛んでいった。大丈夫？はぁ？いや、まあ、そうだよね。キャサリンは脇腹を抑えながら頭に大量のハテナを浮かべている。食らった自分が一番信じられないようだ。本当に戦闘ロボ？そういうこと？フンス。ああ、フンス。フンス。こうか。お気に入りボイスが聞けますよ。そっか。今回から製品版だから、今までのが、ない。アトリは仁王立ちでそれを見下ろした後、トトトッと俺のところへ来た。大丈夫ですか、夏木さん。いや、まあ、ねえ、かすっただけだ。大した怪我じゃない。血が出ています。手当てしないと。手当てできるの？いや、大丈夫だから。血が出てるのでお怪我に見えるが、傷は深くない。なんだなんだと通行人が集まってきた。アトリはキャサリンをきっと睨む。私の必殺技の威力はどうですか？これでも手加減した方ですよ。本気を出せばこうです。アトリはキャサリンが落としたナイフを拾い、指先でぐにゃりと曲げてしまった。はははは。おーっと、やじ馬から歓声があった。いや、まあ、おーアトリはそれをキャサリンの方へ投げる。キャサリンは怯えた顔でそれを拾うと、覚えてなさいよ、あんたたち。見事な算した。ヤジ馬をかき分けて走って逃げていった。でもキャサリンもかわいそうすぎないか。ちょっとフンスフンス。夏木さんを害する存在は追い払いました。偉かったですか？褒めてください。まあまあまあね。俺は求められるままに差し出されたアトリの頭を撫でた。ふわっとした柔らかな髪は撫でてるこちらが心地よくなる。ちゃんと役に立つでしょ。お前は、いや、アトリは今人を攻撃した。普通のロボットならありえない行動だ。戦闘ロボって言ってたのは、あ、そっか。アトリの型番は市販品のもの。でもなんだっけ、不具合が多いとかって話じゃなかったっけ。そういうこと？あ、そもそも偽造ってこともあり得るのか。俺は教科書でしかロボットを知らない。方によってはマスターを助けるためなら攻撃も可能なんだろうか。なるほど。夏木さんに褒められた。あ、これは喜んでいいことですよね。まあ、でもだからって人を攻撃していいってわけじゃない気もするけど、どうなんだろう。俺が答えるとアトリは嬉しそうに笑った。そうだ、手当てしないと。アトリは俺の手を引き薬局へと連れて行った。場所わかるんだ。
てかあるんだ薬局とか、まあ、あるか。学校に来たね。あ、ヒットマンだ。ガキ。リリカが俺を見つけて指さす。失礼なガキだね。あ、やま、さんの敵ですか。待てい。やるか、子分。待て、リリカ。望むところです。ダメだぞそれは。わかりました、やめます。命拾いしましたね、子供。同レベルなんだよな。でも子分のくせに生意気だ。あそこ子分か。子供同士のいがみ合いのようで、もしキャサリンの時のようにアトリがリリカを傷つけたらという不安がよぎる。そうだよね。いやー考えすぎ、わかんないぞこれ。なんか雲行きが怪しくなってきたぞ。あ、みなも、おはよう。アトリちゃんもおはよう。間違いなく癒しだ。おはようございます、みなも。おはようございます。昨日は素敵なパンツをありがとうございました。それは夏希さんもお気に入りのようでした。言い方がね、夏子が言い方がね、余計なことを言うな。ロコ、みなもおはよう。今日も来てくれた、ありがとうね。ダメだみなもちゃん、おっとこいつに近づいちゃう。こいつはみなもちゃんに告白する気なんだ。朝からめんどくさいことになってる。夏子が、お、もうそんなわけないじゃない。それは夏子が、もうそんなわけないじゃない。嬉しいんだよねやっぱり。みなもちゃんは私が守る。おお、頑張れガキ。バカなこと言ってないで教室に入りなさい。バカなこと。ホームルーム始めるわよ。あ、声が出ちゃった。リュウちゃん。教室に入ると昨日と同じ初等部の子供らとリュウジがいた。リュウジは寝てはいなかったが、だるそうに窓の外を見ていて俺に気づいて。おお、なるほどね。無言で一別してまた窓の外へ視線を戻した。どうも嫌われてるようだ。今日は授業の前に学級会をします。学級会、テーマは廃校問題について。みんなもう知ってると思うけど、うちの学校はこのままだと廃校になってしまいます。理由は生徒が少なくて、新しい先生が来てくれないからです。みんなどうしたらいいと思う？どうしたら？はい。お。はい、リリカ。鶴田さんに先生になってもらう。鶴田さん？誰だ？商店街にある駄菓子屋のおじさんだよ。物知りで話が面白いの。なるほど。鶴田さんは何でも知ってるんだ。なるほど。外部顧問的な？いや違う、先生が必要なのか。ああ、教員免許はまあ必要。か、こういう時代でも。まあそうか。持ってる？持ってないよな。リリカがフリーズしてしまった。表面あ、そっか。何それ？そこからか。ガキ相手にマジレスすんな。なんだよ。ごめんって。リュウジがぼやく。いや、すまん、忘れてくれ。そっか、そういう意味じゃ夏希も先生にはなれないか。やっぱり私がいっぱい勉強して教員免許を取るしかないね。今から。水面が握り拳を作り決意を語る。いや悪いことじゃないけどね、もちろん。まあ時間がかかりすぎるし、大学に進学して帰ってくる頃には学校なくなってるんじゃないか。残ってたとしてもここにいる子供らも卒業してるだろう。そこまで学校が残っているのなら廃校の心配なさそうだ。ああそもそもそうね、残ってればそうか。ダメか。さっきから反対意見ばっか言ってっけど、自分はなんかねえのかよ。そうだよな、夏希どうだ、あるか。ん、俺か、いや自分が出した方がいいんじゃないか。あ、リュウジの方がね先に出せと。俺は昨日から来始めたばかりの転校生だぞ。おまけにアトリの付き添いで来ているだけだ。俺は勉強なんかやったって意味ないって言ってんだよ。そうだった。学校なんださっさとなくなっちまえ。そっちだったな。その割には今日も
来てるんだよな。なんだ。どうも俺はこのリュウジという男を測りかねていた。アトリちゃんは何かない？ある？この宇宙に永遠に続くものなんてありません。だから終わることを嘆いても意味なんてありません。すごい、そういう感じ？終わりまでの間をどのように過ごすかが大事なんじゃないかと思います。まあ、なるほど、前向きといえば前向きなのか。これはどうなんだ。終わりまでの間をどう過ごすか。急な正論に水面が面食らっている。ですから早く授業をやりましょう。私勉強がしたいです。そうだね、そうしよっか。解決しようのない問題に取り組むのはしんどいものだ。学級会はあえなく閉会となった。水面がハンドベルを鳴らした。じゃあ休み時間にします。10分したら授業を始めるからね。ああ、まず休み時間。なるほどね。遊びに行くわ。ガキー。リリカたち初等部の子供らが教室から走って出ていった。元気があってよし。グラウンドは水没してるが、どこで遊ぶんだろうか。ああ、確かに。ああ、かったるい。なあ、そんなわざわざ聞こえるように言ってあんた。いいね。リュウジはわざわざ俺に聞こえるように言って机に突っ伏して寝てしまった。リュウジが気になっちまうぜ。授業を始めるわよ。遅刻した子は掃除当番だよ。水面が廊下に向かってベルを鳴らすと、子供らが我先にと走って帰ってきた。セーフ。おう。セーフ。あれ、リリカ？待って。リリカが教室に飛び込んできた。かわいい。この口かわいい。水面ちゃん、セーフ。かわいい。ギリギリセーフ。さ、早く席について。セーフだった。危なかった。命助かったな。判定基準が水面の気分次第なのだが、子供らは結構真剣だ。では今日は理科の授業です。特別講師の先生をお呼びしています。誰かな。特別講師誰だ。誰だ。夏くんです。夏希だ。お前か。なあ。そんながっかりするな。結構傷つくぞ。俺はアトリに手を取られながら前へ出た。あ、そうだね、足として。ではよろしくお願いします、先生。昨日こんな意見が出た。大学行かない者には勉強なんて意味がないんじゃないか。リュウジ、そんなことはない。という授業をやろうと思う。俺は今朝商店街で買い揃えて教材を教卓に広げた。豆球だ。赤とか青のコードもある。わかった、爆弾を作るんだな。それだけはないと思うけど、まあでもそうだよ、これが知らないからこそ勉強しないといけないんだよね、やっぱり。そうだよな。そんな物騒な授業やるか。どこの特殊部隊訓練校だ。おー、いいツッコミじゃない。俺が持ってきたのは豆球とコード、そしてモーター。今日はこれを使って俺は黒板に板書していく。板書って言葉ももう聞かなくなって久しく何年。発電機を作ろうと思う。おー、発電機？そんなの作れるの？今この町には電気が来ていないが、勉強すれば自分で電気を作ることも可能だ。仕組みは簡単、教科書に載っていることの応用でいい。というわけで理科の実験をするぞ。おお。え、理科の実験だって。理科の実験一番面白いと思うけど、どうかな。難しそう。あ、まあまあ確かに。なるほどね。まずはお前たちに部品を集めてきてもらう。これだけじゃ発電機はならないからな。全で手分けして使えるものを探してくるんだ。
俺は黒板にチョークで必要な部品を書いていった。それだけ見ても何に使うのかわからないものだったが、学校のどこかにあるだろう。さあ行け。お、宝物か。何それ。あ、ね、宝探しみたいだ。面白そう。子供のやっぱこういう教育がいいと思うよ俺も。待ってよ。子供らは我先にと教室から駆け出していった。私たち向きましょう。負けてはいられません。ロボットの子犬が。ここにもガキいたわ。そういえばでっけえガキだぜ。わかったから引っ張るな。なんだか楽しそう。夏木もよく考えたね。なに龍二、なんだよ。手分けして材料を探しながら、俺はアトリと源を一緒に下の階へと降りていった。おー、すごいな。学校とは思えない。2階は床上まで水をかぶり、廊下が川のようになっていた。あ、お魚。あー、魚。まあそりゃそうか、海と面してるもんね。靴を脱いで裸足になったアトリの足の間を魚が泳いでいく。